traveling spirit, I've seen many shores, from the West Pacific to the Island of Canyon. They treat me like a son anywhere I go, and even though no one can tell, I still feel that I'm alone. I'm alone, I'm alone, I'm alone. Leave me stranded, I don't have to handle it on my own. On my own.書いときますね。
ケチャップもホタル1でね、砂糖が小さじ2分の1塩でね、味を整えて、おばまです。完成というものを食べてみました。私も煮えたりで、悪魔をすっごい食べてる。で、ご飯ちょっとついていきましょうか。こんな感じでございます。豚バラとキノコのスパイスカレーの完成でございます。それではいただきましょう。はい。ちょっとね、ご飯もね、半分炊いたんで焦げちゃったんですけどね。いただきます。もうカメラ目の前で撮りまーす。うん。あら。あ、美味しい。うん。うん、おいしい。やっぱバラ油少ない方がおいしい。家でしまってみたら、もうちょっと辛め。よかった。本日は外で作るスパイスカレーのご紹介でした。作り方の方はね、またねガーって流して書いておきますんで、こちらの方をご参考にしていただければと思います。ちょっとねスパイスが多いので、外で作るにはね少し改善の余地があったかもしれないんですけどね、めちゃくちゃ美味しく仕上がりました。ぜひお試しください。本日の動画は以上となります。この料理役に立ちと美味しそうだったらグッドボタン、またチャンネル登録の方もねよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ゴーさんゴームディーゴーでした。グッバーイ、よいしょ。